昭和16年12月8日、日本は西太平洋に浮かぶハワイ真珠湾に停泊中のアメリカ太平洋艦隊を奇襲攻撃、米英を相手とした大東亜戦争を起こした。この開戦の意義を知恵古書で知られる詩人高村光太郎は一編の詩に書き綴っている。黒船以来の総決算の時が来た。民族の育ちがそれを可能にした。長い間小突き回されながら、舐められながら、絞られながら、仮想舞踏会まであえてしながら、彼らに学び得る限りを学び、彼らの力を隅から隅まで測量し、彼らのえげつなさを満喫したのだ。今こそ古に帰り、源に遡り、一社千里の本流となりうる日が来た。大東亜戦争は黒船来航以来、長い間欧米列強に小突き回されてきた日本人の白人社会の強圧に対抗する総決算であることを詩に託している。何が総決算だったのか、その慟哭の声を聞こう。そこがまあ日本人の個性というのかね、今にも分からんですよ。終戦直後に朝日新聞なんか見ればですね、一億が同国して皇居前でその土下座してですね、だから靖国神社の社殿でも土下座して、その自分の至らなさね、そしてその同国したわけでしょう。それがもうわずかの間にコロッとひっくり返しまった。それでそこにまあ日本人の軽薄さといいますかね、日本がこんなに悪いことをした、こんな悪行をしたということをですね、ラジオを通じ、テレビを通じてやりだしたとですね、みんなそれに染まってしまったという、そういう日本人の便乗癖ですね。名越二良之助、高千穂商科大学前教授。昭和19年入英、終戦後ソ連に抑留経験を持つ。帰国してから歪められた日本近代史を世界史的な見地から見直そうと独自の活躍をしている。明治維新に成功する、見事な成功ぶりです。それから国論の一致、国共兵といいですね、それで大国ロシアを打ち破る、アジア諸国に大きな感動を与える、それでアジア諸国はですね、それに触発されてですね、みんな独立精神をこの振り起こそうとしだす。それでその最終結論みたいなものが大東亜戦争であったと。これはまあ欧米諸国の植民勢力に対するですね、日本の抵抗、アジアを代表する日本の抵抗であったと。日本が敗れたらですね、もうアジアは永遠に彼らの支配下に陥ってですね、永遠に植民地にさせられてしまうと。アジア安定の責任は日本にあると、日本人の使命であると、日本の責任だということをですね、常にまあこの口ずさんでおったし、私なんかの昭和校以来そう考えとったんです。日本が負けたら、日本が弱くなったらですね、まあ、負けることはなかった、負けることは考えなかったが、日本が弱くなったらアジアはダメになると、アジアの責任を感じておったと。アジア安定のですね、それが一言で言えば日本の近代史の最大の使命だったですね。どんな山奥からも、小さな村からも、国民は一つとなって日本の戦いに出ていった。そのために出たのに、今はもうちょっと世間の常識としたら厄介者扱いのようなあれでしょう。だけど本当身内になってみりゃ情けないですよ。何のために命まで捨てたんかなと思ってね。まあ日本の国は英国英国って言って言われておりますけど、
これが分からん国民が多いんかなと思ってね、いつも思います。情けないな、私はあんな人間になっちゃならんと思ってね。大げさに言うちゃあれじゃけど、日本の国のためになるんじゃっちゅう気が兄貴にはあったんだろうと思います。とても今の若いもんじゃったら、悪いことはそれ人を殺したりなんかはするけど、自分の命を絶ってまで国のために尽くそうと思うものは今はあまりいないだろうと思いますよ。戦争は悲惨なもの、悪と言われ続けている。しかし戦わなければ国家国民はそれ以上の悲惨な目に遭遇しなければならなかった。極東の小国日本が生き残った理由は、幾度かの国難に常に武器を取り立ち向かったからである。嘉永6年1853年、日本がペリー率いる黒船艦隊により開国された時、アジアは欧米列強の植民地化の中にあった。白人こそ最も優れた人種であると考えた彼らは、アジアを文化果てる未開の地、非文明地とみなし、次々と植民地化していった。しかし日本を植民地にすることはできなかった。侍たちが欧米人の差別と蔑視を跳ね返すために、明治維新を成し遂げ、新しい体制のもとに国民を一つにまとめ、近代化に取り組んだからである。その大胆さと決断力が日本を守った。この列強の勢力に対抗するため、日本は朝鮮半島にあった朝鮮国が長い間服属していた清国より独立し、共にアジアの安定に関わることを強く願ったのだが、朝鮮は国論が一致せず、清国もそれを許さず、明治27年、朝鮮の独立をめぐって清国との間に日清戦争が起きた。靖国神社に祀られる日清戦争戦没者13,619柱英霊。大国清に勝って喜ぶ日本に突然襲いかかってきたのはロシアだった。下関条約で清国より遼東半島、台湾を領土として譲渡された日本に、ロシアはフランス、ドイツを誘い、遼東半島を清国に返せと要求してきたのである。三国干渉である。日本に三国と戦う力はなかった。深く時勢の大局に見、宝家の大計を誤ることなきを期せよとの明治天皇のお言葉に、国民は涙を飲んでロシアの要求に従った。しかしロシアはすぐにその遼東半島を自国のものとしてしまった。力が全ての時代だった。